お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれで,ですお前ら楽しみに起きてたかということで9月23日の土曜日「お前が寝るまで」が始まりましたぞい、えー、今週はですね9月18日にアーバンギャルドプレゼンツうつフェス2023がありましたはいめちゃめちゃね豪華な こう出演陣の中に私も混ぜていただいていやーなんかうつフェスって感じですよねもう見れば見るほど気がめいりそうで最高のいやちゃんと「うつフェスの儀式」の儀式っていうか礼儀として「盛り下がってるか!」ってねてまきゅんが言ってくださるんですよねだからもうみんなを盛り下げに下げたはず。 いいですよね盛り下がってるかーっていうスタンスを2023も変えないっていうところが私はもう大好きでございますえ今年言ってなかったらどうしようどうしよう普通に盛り上がってるかになってたらどうしようそしたらちょっとつらい私はきっと言ったはずはい、えー、今回はねちょっとまだ私の時間軸ではまだなんですけどエレンちゃんさんとコラボもさせていただいて。 あのエレンちゃんさんがすごいこう発表の時からあの出演陣のすごくなんか私に反応してくださっててエレンちゃんさんの異名みたいなのが地下の上坂すみれってこういうプロフィールを自分で自分でですよ作ってらっしゃって「いや待って私私って地上にいたんか?」って感じなんですけど <laughs> 私地下にいたはずだったんですけど。 地上にデビューしたのかこの10年でって思ったんですけど、まあ、その地下の上坂すみれさんということであの地上のエレンちゃんさん私ということであのなんとね「ネオ東京昇華を「ネオ東京昇華をさ人と歌うことある <laughs> 私はないと思ってましたよ。<laughs> ねネオ東京という あのこうなんか路地に入るような <laughs> 路地に歌い分けとかあの歌にあるんかって感じ少なくとも「兄様」では一生歌わないかもしれないまあアニソンじゃないのでね <laughs> はいまあ、歌ったとしたらこうもう旗を振りまくってこう アニメルでもアニメのサマーライブ「フラッグ」はもう終わっちゃったから「フラッグナイン」かもう多分フラッグモチーフの兄様はないかもしれない悲しいなんですけれどもまさかのねだからこれ,これを機に歌い分けが登場したのであのコラボ可能です「誰か渡したネオ東京商歌はまた歌ってくれませんか」はいそんな感じであの大いにね盛り上がったんじゃないかなっていう「うつフェス」でした。 えーでここで新コーナーナのお知らせですえその名もモモクリ3年スミ10年ぺなんかテレビブロスのコラムみたいなタイトルなんだろう <laughs> コラムっぽいですねでもコーナーらしいです先日の立川のライブでもお知らせした上坂すみれアーティスト活動10周年本ですが確かに3月に言って。 9月まで新情報あっ忘れとった <laughs> まあでも10周年やまだ終わってないんでねまだちょっとあの髪が白いだけで内容 <laughs> ありますんで地道に打ち合わせもしましたよ一回 <laughs> 10周年もの <laughs> 出ますよ出版されるよ信じて 10周年が終わる頃には製本されてまあでも10周年ってまあ正直再来年ぐらいまで10周年なんじゃないかなまあいいかあのでも発売日はちょっとまだあれなんですけれども今回こんな企画が見たい読みたいという希望を同志の皆様から募集します今。 すで <laughs>、OK、に動いている企画もあるかもなんですが皆様からの希望もお待ちしておりますので「オマネルメールフォームから募集してください」ということでなんとね「オマネル」でのフリーこコーナーから生まれたフリートークから本がね作られるかも。えこれ本当に反映されるってことですよねそういう体のコーナーじゃなくて本当に反映されるんだよな。 <笑><笑>ちょっとまだ誰も内容を知らない本なので <laughs> ちょっとまだわかんないですでもこんな企画が見たいっていう意見が欲しいですお願いします <laughs> はいこの間なんとなくね表紙こんなんかいいですねみたいなのは決まってちょっと雑談して終わったんですけど <laughs> <laughs> なんかこんなオビーあったらいいっすねみたいなのは、まあ、こんなこんなタイトルのタイトルの配置と写真の雰囲気だけ決まってるはずないかもはいでもあのまぁ、あ、あと半年ぐらいあるし楽勝っしょはい大丈夫ですなのでよろしくお願いしますでは今日も行きましょう男道 えっと兄様の感想がニ通届きましたので、で本当に来てるんですか？<laughs> たくさん兄様の会場に私の同士二人だけじゃないよな寂しい。たくさん来た中でちょっとニ通だけ抜粋させていただいているんですけど、宮城県のレモンさんからいただきました。えー、初の生のライブ過去兄様に参加しました。 上坂さん目当てで行ったのですがありがとうゲットワイルドも聞けて最高あの TM ネットワークさんの後で大変だったかと思います同情されてんだけど <laughs> ありがとうでも私さあ,あの TM さんの直後だったおかげでトロッコからね TM さん見れたからめちゃめちゃ役得だったよあんまりさ TM さんのライブの客席でトロッコない,ないでしょそう トロッコに乗りながら見れたからめちゃめちゃ役得だったし私さ「ゲットワイルド」でぶち上がりすぎて一回髪バラバラになっちゃってさん <laughs> <laughs> んが慌ててて修復してくれたんだよ <laughs> 暴れすぎてさ汗びしょびしょだし髪バラバラだしもうどうすんのみたいな感じになって一回ねあの一番が終わった後にねあの こう搬送されて髪を修復してそしてトロッコに乗りました楽しかったなはいそして、えー、休憩中スミぺの曲そんなに知らないけど大丈夫かなと言っていたお宅の方が上坂さんが終わった後にさすがだわとおっしゃっていました皆さんノリノリで盛り上がっていたので私も楽しかったです ちなみに、私は上坂さんは生で見られたことが嬉しすぎて、心臓が3回ほど止まりました。今度は単独のライブに参加したいと思います。えっと心臓が3回ほど止まってたら、単独のライブ来ない方がいいよ <laughs> <laughs> ち。ちょっとあの人間ドックに行って <laughs>。あんな広い会場でもでも。 やっぱさ兄様ってすごいなんかモニターとかも綺麗だから生で見た感ありますよね私もいやそんなん大げさやんけって思ったけど私も心臓3回ぐらい止ままってました <laughs> <laughs> TM 見ながら心臓止まってたから仲間だねはいあの是非ね単独のライブも来てくださいね、えー、続いて千葉県のドラクマさんありがとうございます 兄様日目参加しましまたスミペさんはトロッコを持って登場し「七つの海より君の海」「インナージイー」「e ーラブの3曲を披露現地でスミペさんの姿を拝めてとても幸せな時間でした当日の舞台裏などぜひ教えてください大舞台でのパフォーマンスお疲れ様でしたえー、何あったかなでも兄様って一日中スーパーアリーナにいるから あの前日までは結構1日って長いなって思うんですけどあっという間に過ぎるんですよ不思議なことに。なんかそれこそ今年はなんかこうね4年ぶりのこう私も登場でしたし声出しもねあったしあとなんかこうこのこの何年かですごい知り合いのあの出演者さんが増えて嬉しかったですね。 今までとてもひよって写真なんか撮れたもんじゃなかったのにあのめちゃくちゃ撮れましたもん私グレートオーカーンさんにまで声かけられたもん <laughs> 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 オーカーンさんの知り合いかもしれない岡選手っていう方が昔をライブに来てくださってありがとうございますみたいな話までいやーオーカーン選手ねあの西飛鳥さんからオーカーン選手情報を結構聞いてたので。 ああののこんんななにいい人なんだよーってあの西明日香さんが多分一緒に番組をやられててはいそしてね今回もあの綺麗な綺麗な三つ編みの王冠選手でしたねそしてあゆみさんもいたしあとあいにゃもいたしまちこさんもいたしめちゃめちゃこうなんか話しかけてくれる人がそうみんな話しかけてくれるんですよ優しくない <laughs> とかあの来月ね過激少女の舞台であの杉本沢役をやってくださる佐藤さんとかはいめちゃめちゃ話しかけてくれるんですよ優しい私さ結構やっぱり相変わらずそうだわあの自分から話しかけに行ってなかった人が話しかけてくれたんだった兄様って優しい現場なんですよだから私結構ねあの 緊張するとさはあ、緊張するって私結構きんフェス緊張するんですいつもさ単独イベントではあんなに大暴れしてるのに正真者でしょだからなんかねピクシブとかでねなんかこう水着のなんかカンコレのイラストとか調べてさ心を落ち着かせてるんだよあのこう X で流れてくるねこういろんなこうイラストとかを見て気分を落ち着かせるぞってやってると スミペーって言って話しかけてくれる人が多くてよかったなあとね今年はねあの楽屋にねすごい三島さんが滞在してました。<laughs> <laughs> <laughs> なんかすごいねなんかうちの楽屋ですごいなんか居心地よく思ってくれたのか <laughs> なんか「おただいまやで」みたいな感じで <laughs> 結構3回ぐらいあのかえ帰ってきてくださって「すみぺ夕飯あったで」みたいな感じで <laughs> <あの> <laughs> ちょっと。 ちょっっとスミペに弁当持てててきてあげてやんみたいな感じで <laughs> なんかねあの三島さんからお弁当をいただきましたシウマイ弁当とか <laughs> 食べや食べやーってはいなのでなんかすごいねあの上坂すみれ楽屋はあのなんかキングレコードみたいな感じの憩いのスペースになっていてあの私は。 あの時々退出したりして <laughs> 邪,魔邪魔しちゃいけないなってちょ打ち合わせ始まっちゃったなって <laughs> そうあの打ち合わせの邪魔しちゃいけないなと思ってまあでもですねなんかそんな感じでとにかくねなんか今年の「アニサマ」は和気あいあいとしてたんですよめちゃめちゃだからあの DM もね生で聞けたしもうなんか楽しかったな 前もっとなんかもっと緊張してた気がするんですけど今回も久しぶりだからもっと緊張するかなって思ってたんですけどあの声出しということでこう会場に来てる皆さんもめちゃめちゃアットホームだったしだってさトロ,ッコのトロッコに乗るっていう演出さ私の単独ライブだとないんですけれどもあ,のあんまトロッコ的な会場じゃないのでなんですけどあのスーパーアリーナでさ ここのののくらいいい距離でで見れるといいですよねもう随分テンションが上がっちゃって自分の出番一瞬だったな。ということでもう3曲も披露したんですけど一瞬で終わっちゃったぞというそんな舞台裏でしたね。はいではここでで曲に行きましょうでは聴いてください10月18日に発売される14枚目のシングル「上坂すみれ」で「ハッピーエンドプリンセス」。 しだい いただいたのは上坂すみれでハッピーエンドプリンセスでした。ではここでお知らせです。上坂すみれ十四枚目のシングルハッピーエンドプリンセスが十月十八日に発売。現在予約受付中です。そして先行配信と MV の公開はこの後九月二十四日。日曜日の零時からでございます。あ、もうあと二時間。ないぐらいで公開されますので、よろしくお願いします。 えー、そのほかフェスやライブのゲスト出演も決定しています最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてくださいではここで「すみぺ大予言の発表」です「日曜日から1週間運がいいなお前だ」はい自撮りぶれる「アニサマあるある」なんですけど自撮りがぶれててさあの使えなかったりすることあるんですよねなんかこんなにこんな,なんか。 女性声優2人で撮ってるのに「ブン!」ってなってて何にもわからないみたいな写真が撮れたりするんですよだからねみんなの目には届かない闇に葬られてる女性声優自撮りが世の中にはいっぱいあるんじゃみんなも自撮りしてみてなんかさ黒い背景で自撮りすると自撮りぶれやすいのだけどもやってみてなんかね私だけいやからないちょっとやってみてね。

10年間の記憶や思い出を保管してもらうコーナーだよ。はい <laughs> 冬月読むぞ。えっ、ー、と大阪府の、えー、純く君からの新事、えー、私がすみぺの生歌を初めて聞いたのは10年前の7月今は名前が変わってしまった梅田赤楚でした。なつーいで,んでなつーい めっちゃ夏いあの頃はライブ時間に余裕があったのでめっちゃ手よく言ってくれてる持ち曲がねなかったんだよ。えー、客席からの要望を詰め込んだ「ドクターアーカソ」を書くコーナーがありましたねこれは覚えてない完成した「ドクターアーカソ」は終演後会場前に設置されみんなで写真を撮っていました。アーカソででのの記憶がが曖昧なのですが アルバム「革命的ブロードウェイ主義者同盟」に「テーマオブドクターアカソ」が収録されたのはドクターアカソがスミペアお気に入りのキャラだったからでしょうかもし覚えていったらお教えください。ということで潤くんがあのドクターアカソの画像を撮っといてくれてる <laughs> ええ、こんなん書いたかしらちょっと覚えてない <laughs> ちょっと覚えてない ちょっと覚えてないないでもこのさ一つ分かることはドクターアカソに貼り付けられてるお札はあの、この間のの下でで復刻したとということです<ー>こすお札はねあの、この間グッズになってちょっとさホログラムにしてだからこのデータはあるってことは私がやったってことだよねこのイベント。えー、すごーなんかちょっとさ ちょっとこう色色をきれいにしたらおしゃれかもしれって手に靴下をはめていてこれはでもなんか赤楚のね顔はよく覚えてるんですよなぜなら赤楚のこう T シャツを着てイベントに来てくれる人が今でもいるのででもあの元のデータはどこにあるのかわからないんですけれどもこれがもしかしたら 現存する最後のアカソかもしれない <laughs> えー、私ドクターアカソどんな設定にしたっけなでも唯一存在するセリフは角風呂を潰したるでっていう多分これ梅田だからちょっと関西弁のキャラにしたかったんですよねでもなんでドクターにしたんだろうえその頃ロックマンやってたのかな ロックマンやってたら確かドクターキャラ作りたくなるけどさだからでもこのサイボーグっぽいのはさ絶対ロックマン2の影響を受けてますよね絶対そうだこの頃どうせ私ロックマンやってたんでしょうどうせでどうせクリアできてないんだからもう何人かぐらいしか倒せてないんだからそうだわきっとだからドクターカゾオは でも、もうさ、梅田アカソって今なんていう名前になったんだろう。梅田トラ,ットですトラッ、トラッド。じゃ、ドクタートラッドになるってことですか。ドクタートラッドの方がなんか強そうですね。<laughs> まあ、アカソはちょっとこう、三ボス。ぐらいな感じするんですけど。トラッドはさ、もう、すごい強そうじゃない。なんか。こう。うーん。 ステージステージ6面6面まではいかないかごめんごめんの感じあるなそれかあのー、なんかこうエクストラステージの中間ボスみたいなちょっとなんかかっこよさそうドクター・トラットの方がそうだなドクター・トラットは多分ねあのなんか。 ベンゾーさんみたいなささんみたいなメガネ <laughs> そうです「<laughs> キテレツ百貨」のベンゾーさんメガネしててで髪の毛はあの白髪で白髪でねちょっとちょっとなんかかっこいい分け目があるといいなあこのボードそろそろ終わるえな,なんかちょっと ベンゾー…ベンゾーじゃない <laughs> ベ…ベン, <laughs> ベンゾー博士じゃない <laughs> ドクターはベンゾ、ね、ドクターはベンゾじゃこいつはトラッとト,トラッとト,トラッとはね…なんかちょっと角張っててほしいよねトラッとっていうなんかさあの…言葉がと尖ってるもんねえで、ちょっとなんか鼻がなんか長,長くあってほしい えでそれで眉毛 <laughs> 眉毛ちょっと下がり眉でもいいかな下がり眉でどうしようなんかこれだと今のところ今のところなんか初代ポケモンのオカルトマニアだな,なんかなんか変えたいなあ耳耳ちょっと尖っててほしいですねなんか,ドク,かドクター感あるなちょっとなんかこうフランケンシュタイン の世界観に馴染んでる感じのでちょっとでも赤楚の友達だからちょっとなんかメカ感あってほしいからなんかこうマスクっぽいマスクっぽいところにスタッツが打ち込んであってあちょっとお前いいキャラなんじゃないの <laughs> <laughs> あいいキャラなんじゃないのかなんかでなんかこう白衣。はく 白衣なんだけど謎にあ赤そのマントとお揃いの生地のスカーフを巻いてるとちょっと親友じゃないか <laughs> で白衣を着てるとおお君ちょっと人気私の中で人気でそうはいドクター・トラップです <laughs> ちょっとちょっと私好きだなあの あ便ぞうさんだからこのぐるぐるがないと便ぞうなるんだよね。便ぞうなの。<laughs> これ改造された便ぞうじゃない。<laughs> ただ便ぞうが受験に失敗しただけじゃん。<laughs> 人間人間卒業した便ぞうじゃないか。でもちょっとこれ白髪でこうこういうなんか直線的な髪型でねあのこうやって尖った耳でこれ白衣です。でこれは赤外と あのお揃いの生地のスカーフで赤いですねでこの赤素ポイントはこの口元があのなんかね鉄のなんかパーツになっててここがね何ですかジューダス・プリーストのさ <laughs> ジューダス・プリーストのあのファンが着がちな素材の打打っっってててるるややつつそうになってますあいいですねなんか仲よしじゃないか あでも赤ソ,ソあんま服着てないけどだから赤ソとは大学の同じゼミのゼミ仲間 <laughs> ゼミ仲間で結構もう50年ぐらいの付き合いなんですよそうで赤ソがちょっとこうなんか闇の道に走った時にトラットがあのそんな赤ソを見捨てておけずにあの脱サラして あの闇に落ちたとで梅田で秘密の角風呂を潰す研究所を今もやってるんですそうで赤楚はちょっとこう壊滅したんですけど今はトラトがあのその事業を引き継いでであのちゃんとそうですね赤楚の,の実家には年に1回こうトラトが挨拶に行くと <laughs> で赤楚の。 アカソの思い出とかをでも赤楚は脳みそ生き残ってるんで「赤楚連れてきましたよ」って言ってなんかこう「ねいやもう母さんも全然お元気そうでよかったです」ちょっとじゃあ置いときますかね」って言っていつも仏壇に脳みそ置かれるっていうのが設定 <laughs> いやーなんかやっぱり自分で生み出したキャラだから設定が作りやすいですね。 だからこれ私は忘れてるっぽいけどなんんかが覚えてるんでしょうねだからこれはえっとだいぶ覚え8割覚えてない <laughs> 2, 2割覚えてたでいいですか <laughs> 2割覚えてるではいここは手を打っていただこうじゃないかはいままだいけますかもう時間がじゃあ終わりです <laughs> 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 まあ、でも10、十、十年、十年の時を経て、赤楚に友達ができたということで。<laughs> <laughs> よかったよ。<laughs> はい。これで、赤楚も、こうね、喜んでいることでしょう。ということで、ここで、時間でございます。結構もらってたんですけどね。進まんかったね。以上、すみって補完計画でした。今日の名前が寝るまでは、ここまでです。今日の放送は一言でまとめると。 なんか一言でまとめると「アットマークアットマークでしたね」って書いてあるんですけどめちゃくちゃ便蔵に見えるなこれ <laughs> 便蔵これ便蔵の顔文字だ <laughs> アットマーク2つつけるとみんなもやってみてね <laughs> 掲示板とかでやってみてねこれ。はい便蔵でした <laughs> それではここでお別れですえこの後十四時からはいよいよハッピーエンドプリンセスが先行配信そして MV プレミア公開ですお見逃しなくお前らいい夢見ろよ私なんてだってお姫様この人生におけるヒロイン悲しいシそんなこんなでおやすみ